日米 A が初の共同訓練、護衛艦出雲が参加し、太平洋で昨日、日本の護衛艦出雲とアメリカ海軍の潜水艦や哨戒機、イギリス海軍のフリーゲート艦、アーガイルなどが参加し、初めての日米 A の共同訓練が行われました。 その際の写真がこのように公表されてるんですがアメリカ海軍の潜水艦を敵の潜水艦に見立てて対戦訓練が実施された模様ですこちら中国に対する牽制だと見られておりますが日本政府には今後もアメリカやイギリスだけではなくて 他の先進国とも民主主義国ともしっかりと共同訓練を行っていただき、万が一の事態に備えるようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。